デトロクソゲー。調査隊。バックトゥーザフューチャー。この色あせることない名作は、いつの時代も人々の心をワクワクさせる。しかしそのゲームは映画と違って、人々の心に深い影を落としてきた。これまで死の二次性の、原作に対する冒涜をプレイしてきたけど、まだまだこの作品のゲームは尽きない。今回はまた別の悲しみを見ていくことにしよう。今回ご紹介するのはこちら。プローブエンターテイメント制作の、バックトゥーザフューチャーパート3。こちらの開発はイギリスの会社で、主にセガ系で開発を行っていたようだ。後にアクレイムエンターテイメントに、吸収されることになるんだが、LJN と同じ道をたどっているな。こちらは多様な機種で開発されているんだけど、今回は欧州のメガドライブ版を手に入れたよ。セガマスターシステムなどではステージ数が減るなど、細かな違いが見受けられるようだ。そしてこちらのカセットは、日本のメガドライブでは動かなかった。持っててよかった欧州版メガドライブ。映像規格が異なるため、そのままテレビに繋ぐこともできず、いろいろプレイするまで面倒なソフトだね。その努力の価値があるのかは、これから見ていくとしよう。電源を入れると、原作のテーマを元にした音楽とともに、タイトルが表示される。それはいいんだが、どうにも画面が暗くてこの時点で見づらい。こちらの環境が悪いのかと思い、いろいろと試行錯誤してみたんだけど。どうもこれはバグのせいらしい。カラーパレット周りのバグで、意図した色とは異なるものが出力されているそうだ。今回は素材の味をそのまま楽しんでもらうよ。ゲームを始めると、いろいろとお話をすっ飛ばして、クララの馬車が暴走するステージからとなる。本作は4つのステージからなるアクションゲームとなっており、最初は毒を操作して、クララに追いつくのが目的。任天堂版とは違い、一応原作に沿ってはいるんだが、インディアンノーの、多面一味など、無関係の障害物が、初見では回避できない速度で襲いかかってくるぜ。それに加え最初から多くのアクションを要求され、このゲームで最難関のステージとなっている。十字キー上で上空のアイテムを掴む。下で伏せる。A で射撃。B でジャンプ。C で伏せる。下と C が被っているんだけど、C の方はしゃがむだけでなく、落ちているアイテムを拾うことができる。ややこしい使い分けまで要求され、あっという間にゲームオーバー。ただこのゲームには残機などがなく、無限にコンティニューできる。ゲームオーバーになるたびに、クララの墓が増えていくぜ。そして結局のところこのゲームは、死に覚えゲーとなっている。障害物の配置はほぼ固定であり、無駄に長いこのステージを暗記する以外の攻略法はない。また暗記していてもタイミングがシビアな箇所があり、遅れるとこのようにアウトになるよ。また道中襲いかかってくる多年一味は、しゃがみ続けるだけで無視できるんだが、きっちりと倒しておかないと、直後の割れ目でジャンプが発動せず、強制的にアウトになってしまうようだ。そして多年一味を倒したり、アイテムを拾ったりすることで、スコアが増えていくんだけど、こちら全く無意味なものとなっている。もちろんご褒美要素はなく、全クリア時に何点取ったかも表示されないため、自己満足すらすることができない。落ちているアイテムを拾おうとすると、ミスってしまう原因になるので、無視するのが一番だね。下と C で混乱するしな。こちら時間にすると2分ちょっとのステージなんだけど、クリアするまでにその数十倍はかかるだろう。そしてそれはステージ構成を覚えるための時間であり、アクション的な楽しさはそこに含まれていないぜ。間一髪のところでクララを助けると、場面はいきなり射的ゲームへ。ここでは上中下の3つのラインに現れる、的を撃ち落としスコアを稼ぐ必要がある。しかし一体いくらスコアが必要なのか、それは明かされることはない。必要スコアに満たなかった場合、失敗したと文章が出てやり直しになるぜ。正確な点数はわからないけど、
4万5000点以上を叩き出さないと、先に進めないように思われる。ここで足を引っ張ってくるのが、上下反転した操作性。おまけに滑るような挙動をするので、なかなか狙うのが難しい。必要なスコアを得るためには、ほとんど全ての的を撃ち落とす必要があるぜ。一番手前のアヒルは点数が低いので、撃ち落とす必要がないんだけれど。たまに出現する色付きのアヒルは、可能な限り撃ち落とす必要がある。全ての色を撃ち落とすと、ボーナスとして下段に追加の的が出現するぜ。まあそこまで美味しくはないんだけど、積極的に狙っていきたいね。成功するとよくやったと表示され、銃を譲り受けるぜ。もちろんこれは使用されることはないよ。そして場面はパイの皿を使って、マッドドッグから毒を守る場面へ。ちょっと人数が多いですね。ここではパイ皿を使って、原作よりも人数の増えた、多年一味を倒していく必要があるぜ。もしやられるとクリント・イーストウッドの墓が立つよ。ここでは A でパイ皿を投げるんだが、どう狙いをつけるのか、大変わかりづらくなっている。投げられる方向はまっすぐか45度の角度だけ。左右を向いている時に投げると、斜めに投げることができるぜ。のそのそと動くマーティを操作し、弾をかわしつつパイ皿を当てていくよ。パイ皿は無限におかわりできるんだが、思った以上に当てるのが難しい。時間が経過すると敵の攻撃が激しくなり、かわすのが大変難しい。このゲームはステージ数が少ないため、難度を上げることで、プレイ時間を稼いでいるぜ。なんとか全ての敵を倒し終えると、マッドドッグが登場。小刻みに動きながら銃を連射してくるぜ。攻略法はやられる前にある。この位置でパイ皿連射していると、一発も当たることなく倒せたぜ。そして動画的にはあっという間に最終ステージへ。飛車を使って未来へ帰るシーンだな。ここで始まるのは地獄のプラットフォームアクション。標識や機関士や列車強盗、これらの障害を乗り越えて、制限時間内にデロリアンの元へ向かうぜ。こちらのステージでも、当然のごとく踏切のタイミングはシビア。落下してしまったり、敵の攻撃を受けすぎると、チェックポイントであるはしごまで戻されるぜ。敵の攻撃をかわすのは、はっきり言って無理。おまけに障害物も高速で迫ってくるので、何度も落下してタイムアウトになるぜ。もちろん時間切れになると、またしてもクリント・イーストウッドの墓が増えるよ。ジャンプモーションに入ろうとした瞬間に、障害物が迫ってきたり、着地狩りからのハメで昇天させられたりしたけど、私は元気です。機関部直前まで進むと、タネントの最終決戦が始まる。そして何もなく終わっていく。機関部では足場から吹き出す蒸気に気をつけて、デロリアンにたどり着かないといけない。なんとかパターンを読み切って、戦闘まで進んだんだが、ここからどうやってもデロリアンまで進めない。ジャンプしようとしても飛べないんだよね。そこで説明書を読んでみることにしたんだが、ここでは7つの燃料を集めつつ進まないといけないそうだ。ゲーム中に一言入れてもらえませんかね。そして今のがその燃料。取得するとどういうわけか黒煙が流れてきて、敵も含めて吹き飛ばしてしまうよ。この燃料は順番通りでないと、拾えないようになっている。原作では3個だったんだけど。戦闘にある7個目の燃料を手に入れると、ホバーボードが飛んできて、ゲームクリアとなるよ。そして音楽さえ変わらないまま、エピローグが流れ出すぜ。この1枚絵も変わることなく、未来はまだ決まっておらず、自分で作り上げるものだという文章が流れ、タイトルに戻っていくよ。原作にあった余韻や感動といったものは、欠片も表現されていないようだな。それでは総評に移るとしようか。
それでは総評やっていくよ。発色のバグを抱えたまま販売したという点を無視すれば、グラフィック自体はなかなかのクオリティ。ただそれ以外の部分がひどかった。薄すぎる内容をごまかすために、とにかく難度を上げているんだが、その方法が雑すぎる。何度も同じことを繰り返すので、ある意味タイムトラベルを繰り返している感覚が味わえるね。日本未発売なので国内には被害者が少ないが、海外にはそれなりの数の犠牲者がいたようだ。ただ任天堂版と比べると、こちらの方がまだまともではある。ノーミスでいけば10分で終わるようなゲームなので、手軽に苦痛を味わうことができるぜ。もし友達が悪党に撃たれそうになっていて、投げるためのパイ柄がない場合は、このゲームを選択肢に入れてみてね。それでは今回はここまで。